あ、慶応勝利おめでとうございます。ありがとうございます。次、7月ライズ出場決まってると思うんですけど、はい、地元の大阪大会で向けてどんな準備をされているんでしょうか。はい、そうですね、今回ノーダメージで、勝てたので、もう明日明後日ぐらいから練習開始して7月に向けてまた さらに、すごい KO を見せれるように練習していきたいと思います。ありがとうございます。